極ん青キジに負けた時、俺は思ったんだ。この先の海にまたこんな強いやつが現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ仲間を守れねえ。俺には強くなんかなくたって一緒にいてほしい仲間がいるから。俺が誰よりも強くならなきゃそいつらをみんな失っちまう。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。何をしている？体の中で何が起きている？お前はもう俺にはついてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。いや、技が進化する。体から蒸気を吹いて蒸気機関の真似事でもしているのか？何のハッタリだ。俺はおめえらとここで会ってよかった。うん、おかげで俺は仲間を失わずに済む。ゴムゴムの狙い撃ちする気か？避ける隙を与えるだけだ。よく狙って当ててみろ。そうジェットピストラー。の技の一つソルを使いこなしている。レアドゴムゴムの受けてやる。最強の撤回で撤回ゴー。ジェットバンに頑丈なやつだな。ほんじゃあもっと面白いもん見せてやるよ。見てろ、ギア。ここでバスターコールをかければ、このエニエスロビーと一緒に
なたたちも消し飛ぶわよ。何をバカな、味方の攻撃で消されてたまるか。何言ってんだてめえは。20年前私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせた、たった一度の攻撃、バスターコール、その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私には海をどんなに進んでも振り払えない巨大な敵がいる。私の敵は世界とその闇だから。青騎士の時も今回のことも、もう二度もあなたたちを巻き込んだ。これが永遠に続けば、どんなに気のいいあなたたちだっていつか重荷に思う。いつか私を裏切って捨てるに決まってる。それが一番怖いの。だから助けに来て欲しくもなかった。いつか落とす命なら、私は今ここで死にたい。ロビン、ロビンちゃん、ロビン、そういうことか。だあ、なるほどな、まさに正論だ。そりゃそうだ、お前を抱えて邪魔だと思わねえバカはいねえよ。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170カ国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング、あの旗打ち抜け。了解。新兵器巨大パチンコ、ナオカブト、その威力とくと見よう。必殺ファイヤーバードスター。まさか。完了。やりやがった。あいつら旗への攻撃の意味が分かってんのか。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きられると思うなよ。望むところだ。存在そのものが大罪なんだ、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してくれなかった。私は死にたいのよ。海は広いんだね。いつか必ずお前を守ってくれる仲間が現れる。ルフィを信じろ。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。フッ。
行くぞ。なんと報酬だ。ほらほらどうした、受けるだけで精一杯ではないか。貴様はわしには勝てん。どわたかが海賊風情が世界政府に刃を向けたのがそもそもの間違いだったのじゃ。かくなる上は貴様も正義の名のもとに死なねばならん。あの女同様にな。じゃ今のはこの男が一瞬三面六種の鬼神に見えた。こやつは一体何者じゃ。調子に乗りやがって喋りすぎだ。てめえは聞きとうないか。ならばこの塔を切り裂いた最強の乱客アマネたちで。しまいじゃ。諦めるんじゃな。逃げ場などない。さっきのデモンストレーションとはわけが違うぞ。バーカ、諦めんのお前だよ。引き周到流でここまで幻を見せるか。見事じゃが、もはや手遅れ。手遅れもお前だ。そのつつましからぬ言動もこの乱客を避けてからにそれがいい。あれ、一つガレーラの若頭から伝言だ。あいつらに会ったら言っといてくれよ。てめえら首だそうだ。今までずっとおめえらを仲間だと思ってた。パウリーか。そうか、困ったわい。殺し屋という仕事は潰しが効かんというのに。
動物園があるじゃねえか。言ってくれるわい。悪いな。やあ、よく見ておけ。この一歩こそ歴史に刻まれる英雄の第一歩。派手バラボギャッパー。大丈夫ですか、長官殿。なんだ、何者だ。星には誰もいないぞ。いないはずはない。どっかに隠れてるんだ。探せ。どこだ。揃って。しかし長官、敵が確認できません。あっ、いた。走るんだで、思いっきり。島ん中におったら命はねえ。わしの筏で海へ出ろ。サウロは？わしはここまでだ。捕まった。行け。やだ、海には誰もいないよ。よく聞け、ルビー。今は一人だけどもよ、いつか必ず仲間に会えるでよ。仲間？はあ、海は広いんだで、いつか必ずお前を守ってくれる仲間が現れる。この世に生まれて一人ぼっちなんてことは絶対にないんだで。走れ、ロビン。振り返らずに。苦しい時は教えたでよ。こうやって笑うんだで。サウル、危ない。デレシシ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 シアイスタイム。どこかの海で必ず待っとる仲間に会いに行け、ロビン。そいつらと共に生きろ。赤い布？おお、あるぞ。鍵が2本入っている。君のと合わせて全て揃うはずだ。鍵全部？確かに届けたぞ。完了。急ぐか、やべえぞ。1番、3番、4番、違う、5番。外れた。
何ぼーっとしてんだ、狙撃。全然黒くったって空も見える、海だって見える。ここが、ここが地獄じゃあるべし。おめえが死にそうな顔すんなよ、この野郎。心配させんじゃねえよ、チキショー。終わったか。覚悟はできてるんだろうな、貴様。分かってる。地獄でもなんでもねえ、ルフィ。ねえ勝て、みんなで一緒に帰るぞ、ルフィ。当たり前だ。まだ動けたか。入ったなんて言ってねえ。お前を倒すまで俺は絶対に止めねえ。生命期間解除。貴様らの茶番はもううんざりだ。人思いにパワーで潰してやろう。仲間のことは心配するな、麦わら。貴様の望み通り、また一緒になれるように、一人残らず、同じ地獄に送ってやる。倒すまで、もう俺は絶対に倒れねえ。
厄介な女を抱え込んだと後悔する日もそう遠くはねえさ。終わりよ。もう二度と会うことはない。お前ごときが手を触れていい山ではない。ロビーは私たちのために死ぬつもりなのよ。撤退。正気か貴様ら。全世界を敵に回して生きられると思うなよ。あの女は地の果てまでも追って俺が消し去る。生きたい。うわっ、全艦へ報告。 CP9 ロブルッチ氏がたった今海賊麦わら丸上に破れました。